前マ治は、岐阜県大垣市船町にある、総当州の寺院。戸田氏ゆかりの寺院として知られる、西見の33霊場30番札所。戸田市鉄の室、大受け院がそのうちの戸田神五郎の菩提を弔う、ため、摂津甘ヶ崎に建立したのを乱章とする。戸田市が大垣藩へ移された際に、大垣で新たに創建されたものであり、 天ヶ崎の善政寺は本院にあたる。天ヶ崎善政寺の住職であった昭願文教が大垣善正寺の解散となり、大垣手下城町に創建された。その後、慶安4年に現在の船町の地に移転した。元禄元年、時の大垣藩主と出してより50票を与えられている。元禄五年、火災により、怪人に返したが、 五星十字の丹田聖話の下で、中高を果たした。その後も、戸田氏の保護の下で、東海の前輪として繁栄していたが、明治二十四年の農尾地震で、壊滅的被害を受けた。明治二十九年、総建和将が本堂と栗里を再建した。しかしながら、昭和二十年に、大垣空襲によって、再びランが消失してしまった。現在の道具は、 その後再建されたものである。小原鉄心の墓、全マサジ25世、高節詰めの墓が大垣市の史跡に指定されている。また、超伝子作の16ラカンを所蔵する。ありがとうございます。